ボクシングデーのクリスマスケーキイタリアのパネットをね、アイシングされたクリスマスケーキ日本のクリスマスケーキクリスマスケーキはクリスマスを祝って食べるケーキでイギリス、アイルランド並びにその他の英連邦諸国や日本、フィリピンなどの国々で広く親しまれている。イギリスのクリスマスケーキは特に12月24日や12月26日のティータイムに供される習慣がある。イギリスでは クリスマスケーキのほかバースデーケーキやウェディングケーキなどもダークフルーツケーキを土台にしていることが多い。ダークフルーツケーキはドライフルーツをふんだんに入れた固めの生地のケーキである。日本のクリスマスケーキの歴史は菓子メーカー藤家創業の1910年まで遡る。現代の日本ではスポンジケーキにホイップクリームやバタークリームを塗り砂糖細工のサンタクロースや クリスマスツリー、イチゴやチョコレートを飾り付けたものが一般的である。これは、藤川1922年頃から広めたものである。近年、日本の一部や韓国では、バースデーケーキのように、クリスマスケーキにろうそくを灯すものも見られ、サンタクロースをかたどったろうそくも見受けるが、英連邦諸国で、クリスマスケーキにろうそくの火を灯すことはない。また、日本では、慣習的に、 クリスマス当日ではなく、イブの晩に食べられることも多い。ありがとうございます。